中日ドラゴンズの石垣選手2軍で絶好調でやっと1軍に上がってきたんですけれども出場機会があまりに少なすぎるということでファンの方々からも疑問の声が多く上がっています石垣選手は今シーズンも1軍昇格がありましたけれどもわずか1試合の出場にとどまり2軍生活がかなり長くなっていました2軍では7月のスタートの時に打率2割5分5輪だったんですけれども打率が2割7分7輪まで上がって調子がかなりいいということで1軍に昇格しました そしてこの直近1ヶ月でツーベースヒットが6本、ホームランが2本とまさに絶好調で長打も連発しています。トータルで見ると2割7分7厘、ホームランが4本、出塁率3割2分1厘、三振率が2割3厘、OPS が0.712と課題と言われてきた三振率もかなり向上していますし、まあ、全体で見るとそこまでいい数値ではないという感じではありますけれども、まあ、ここ直近で見るとものすごい成績を残しています。 2軍で言えば、まあ、最も現在打っているというような選手ですからさすがに上げないわけにはいかないという感じで1軍に昇格しました。 石垣選手よりも先に同い年の育成の樋口選手が試合以下に上がって即スタメンで起用されていたというようなところを見ると、まあ、ちょっと石垣選手への期待というのが首脳陣落ちてしまっているのかなというような印象はありますね、まあ、ちょっと石垣選手の2軍での成績と樋口選手の成績比べてみると圧倒的に石垣選手の方がいいんですけれども、まあ、それでも樋口選手が起用されているということを考えるとやっぱりちょっと不遇ですし現役ドラフトの候補としても名前が挙がってくるのかなというふうに思います そんな石垣選手、1軍昇格しましたけれども、なかなか起用されないということで、こちらも見ていきます、立浪監督は石垣選手の昇格時に、まあ、調子がいいということは分かっていたし、左ピッチャーの時に使っていくというふうに明言していました、実際、左の巨人のグリフィン投手の時にスタメン起用されたんですけれども、まあ、その時は3打数ノーヒット、1フォアボールという結果でした。 この後の試合は続けて村松選手が起用されたということで石垣選手の出番というのが今のところまだこの左のグリフィン投手のみということになっていますね8月19日はヤクルトの高橋投手が先発ピッチャーということで石垣選手、スターメン起用が濃厚かなという感じであります。 村松選手はここまで約250打席たって打率としては2割ちょっとぐらいそして OPS が0.5を割っているという成績ですねそして単打率で見ると9割と、まあ、ほとんど長打が出ていないというような数値でございまして現時点での村松選手の実力っていうのはもうこれぐらいっていうのが分かっていてこれ以上どれだけ使ったとしても、まあ、ここを大きく上振れるとか、まあ、そういった感じは見えないので、まあ、現時点の実力の見定めっていうことはもう完了したと思うんですね であれば2軍で絶好調だった石垣選手そして、リューク選手とか村松選手よりも2軍成績が圧倒的にいい石垣選手ですから1軍では右左ピッチャー関わらずしばらくはスタメンで起用した方がいいんじゃないかというふうにも思いますねそしてこのまま左の時にたまにスタメンで出て結果が出ないと即降格ということになってしまうとあまりに起用法に差がありますし石垣選手もなかなか1軍で結果が残らないで現役ドラフトとかトレードとかそういった候補になってしまうと思います では続いて石垣選手はレギュラーをとっても全くおかしくない実力があるとこちらも見ていきましょう。現状としては、リューク選手と村松選手が2遊間のレギュラー格ではありますけれどもどちらも打率が2割ぐらいで OPS が0.500付近で単打率が9割ぐらいそして盗塁も期待できないということで守備力としてはまこの2人の選手は若いながらも抜群ではあると思うんですけれども現時点では打力があまりに物足りないというような課題があります。 いくら守備が悪くない選手と言ってもやっぱりこの打力のままでは来年も中日ドラゴンズの得点力っていうのは上がらないと思いますし順位もなかなか上がってこないということになると思いますやっぱり2軍の成績を見ると石垣選手がこの2人の選手よりも打力が間違いなく上っていうことはもう言えると思いますしなので石垣選手のバッティングに期待するっていうのもまあ一つ手ではないかと思います石垣選手はセカンドの守備力も高い選手でありますしフグナガ選手とかリューク選手村松選手田中選手 このあたりとニューカンのレギュラー争いをしても全く不思議ではないと24歳とまだまだ若い選手です石垣選手はおそらく1軍で少ないチャンスではあるとは思うんですけれどもその中でなんとか結果を残して打てるニューカンとして来年のレギュラーを勝ち取ってほしいなというふうに期待しております以上です